久保さん。いやヤマトくん、小、ヤマト、ヤマトという、あれですよね。軍艦、あとアニメ、昭和ですね。ね。最新の名前ではないですよね、どちらかというと。だけど、最新のテクノロジー使ってるって、面白いですね。何が言いたいかっていうと、あの、最新のテクノロジーを使っても、やることは地味ってことですね。 どれだけ最新のテクノロジーを使ったとしても、やることは地味ということでございますね。うん。例えばまあ、Facebook を作った人、地味に毎日ソースコードを作ってたと思いますよ。書いてたと思いますよ <laughs>。ね、クラブハウスを起業して作った人、まあ毎日日々地味なアプリ開発、ソースコードしてたと思いますよ <laughs>。結局、 最新のテクノロジーっていうのは地味の連続からしか生まれないってことですね。うん。もう本当に人間の意志。うん。強い意志。強い意志が、強い意志が地味を乗り越えるってことですね。あ、強い意志が地道を乗り越える。いいんじゃないですか、これ。久保さん。いってらっしゃい。